そうだね、車線変更。だからミラーの使い方だよね。そのミラー、まあ僕のね、車線変更のやつの動画とかを見てもらって、ある程度のその動きのイメージだけは作っといて。車線変更が苦手な方っていうのは基本的に合流も苦手だし、駐車も基本的には苦手なんだよね。なんで苦手かっていうと、ミラーが使えない。要するに距離感がつかめない。だから駐車の時、最近あげたでしょ、動画で。ミラーのやつって。まあ、おさらいであげたんだけれども、またやり直し、編集し直して。要するに、駐車の時でも、この右のバックだったら、右のミラーで見た時の、右の後ろのタイヤと、ここの線までの、この距離が、いかにどのぐらいの距離があるのか、っていうことが、どのぐらい自分でわかるかってことなんだよね。実際には、ほとんどの方、これ教習してる時にも聞くんだけど、自分の中で思った、大体の人が2メートルぐらいかなって思うと、大体4メーターぐらいあるんだよね。これはね、降りてみるということ、外に。2メートルぐらいかなって思ってみたら、全然 距離がありましたよっていうことなんだよね。これが動画のとこでもちょっと言ってるんだけど、要するに、ここまでの距離が、実際の距離は4メートルですよ。でも自分の持ってる距離が、例えば2メートルぐらいですよっていうとさ、ここの線が、要するに、ここら辺にあるように見えるんだよね。この4メートルの位置よりね。っていうことは、右の後ろのタイヤをここに持っていこうとするわけだ。だから、ここに行かなきゃいけないので、ハンドルをここでさ、たくさん切ることない？近いから。だけど実際にはここまで行かなきゃいけないでしょ。だけどここに向かって切るから、クッと切ってったら、当然車ってこっちに寄るんだよね。こっち側にさ。だから実際には4メートルなんで、もっとハンドルはゆっくりこうやって切ってってあげなきゃいけないんだけど、ここにあると思ってるから、ここに向かって切っちゃうので、車ってこっち行っちゃうんだよね。だから常に寄ってしまう方っていうのは、この距離感っていうのがつかめてない方がほとんど。だからここの距離感っていうのがすごく大事。これは要するにミラーを見てどのぐらいの距離があるかっていうことを自分の中でイメージできるかどうか。わからなかったらここの時点で自分の中で2メートルかなと思ったら降りて確認して、あ、違う。これを実際に自分の中で距離を合わせていくっていうことがすごく大事で。で、まあちょっと車線変更また今からやるけど。ただ駐車の時に、うちのやり方、まあ、ここ見てる方は結構うちのやり方をやってくれてると思うんだけど、まあ、うまくいく人、うまくいかない方って絶対あると思うんだよ。なんで一回転にしてるかっていうこと。これは形をきちんとやってくれると、一回転回していくと、ここに行ってくれる。要するに距離感がつかめてなくても、ここに行ってくれるってことなんだよね。一回転切って下がることによってね。だけど、普通に皆さんが今までやってた止め方っていうのは、ここのところ、ここの前に出てったときに、まあ一直線にしたりしなかったりとか、ミラーに見えたところでとかいろいろあったりするんだけど、ここのところから、要するにここに向かって下がりながら、ここに向かって切れっていうことを言ってるんだけど、これが難しいってことなんだよね。だからここを一直線にしたら、ここまで下がれるでしょ。だからここに来てから切ればいいよねっていうふうな感じで教えることが非常に多いんだよね。簡単になるから。だけど、それではちょっと止めることができなくなるので、要するに大事なのは、この距離感。ミラーを見た時の距離感っていうのがすごく大事。だから、最初のうちはグリーン式で1回転でやってもらうと、比較的やりやすいよっていうことなんだよね。だから今まで苦労されてた方っていうのは、グリーン式をきちんとやってくれてる方っていうのは、今多分普通に止めれちゃってる。グリーン式でもう、きちっと止まって末切りとかしないで、まあレベル2とかレベル3とかさ、ぐらいの感じでもうなんとなくできるような感じになってくる。そうすると距離感っていうのがわかるようになってくるんで、そうするとね、だんだん慣れてくる。で、車線変更とか合流も全く一緒で、要するにミラーを見た時の距離感なんだよね。こうやってミラーがあって、自分の車が内側にあった時に、ここにこうやって車が映るわけじゃん。この時に自分の車に対してこの車がどのぐらい後ろにいるのかなっていうことを、わかんないとうまくいかないわけだよね。車線変更も合流も。だからこれが距離が近く見えることによって、見えた時点で基本的に、ああ、ダメだ、入れないってなっちゃうわけだよね。だからまずはこの距離感っていうのは一つ大事になってくるんだよね。この時に一個覚えておいてほしいのは、自分のミラーに対して、
この後ろの車が全部が映ってる場合っていうのは、自分の車がここにあるとミラーにこの車が映ってるってことは、この車っていうのは基本的に自分とは重なってない形になるので、極論から言えば車線変更すること自体は可能なんだけど、近い場合もあるんだよね。ここの車間距離が、こういうことは可能性とかあるので、そこのところは無理していっちゃいけないんだけれども、基本的には全部見えてる状況の場合はぶつからずに入ること自体はできる。これがこの車がこう大きくなって、こういう感じ、ミラーの端っこになる感じ、こういう風になってくると、自分の車があるとこんな感じだよね。だからもうここがかぶっちゃってるので、車線変更した時点でぶつかる。だから全体が見えてない時点でもう絶対に車線変更っていうのはできないので、これはもう絶対に覚えておかなきゃいけないこと。もう最低限全部映ってないと。だから渋滞してる中を相手の右の車線に入りますよなんていう時でも、車が全部映ってない状態で車線変更したら、そのまま向こうの車が下がってくれない限りは絶対ぶつかる。その車間距離をつかむのがすごく最初難しいと思うんだけど、それを自分の中でどうやってつかむかなんだけど、信号待ちとかしてるときに、こう、2車線とかあるところで止まってさ、こうやって止まってさ、自分がここにいて、ミラーで見てあげるって。その時にミラーに映る車、例えばこの車が映ってますよ、この車の場合だと、多分右のミラーで見ると、自分の車があると、多分この辺に、こう、よいしょ、こうギリギリ、ギリギリ映ってるかなってくらい、ちょっと大きいんだよね。あ、この、こんな感じで見えてんだなと思ったら、ここで、ミラーを見てる自分が、この車を振り返って目視してあげればいいんだよね。実際に見たり。ミラーで見てる距離をここで見てあげる。そうするとどのぐらい後ろにいるのかなっていうのが見える。で、あ、このぐらいなんだな。そしたらじゃあ今度この後ろの車を見てあげる。そうするとこの車の後ろの影に隠れて見えるんで、それをもっと後ろ振り返って。そうすると、あ、このぐらい遠いんだなと。そうするとこの車があって、この車がっていうふうになれば、あ、この後ろの車に関しては、間に1台車が入るぐらいあって、自分はここにいるから、自分から数えれば、1台、2台、3台後ろなんだな。そうすると、ここで入れるから、2台分あるんだったら、入れるよねっていうことがわかる。だから走りながらじゃ難しいので、止まってる時に右のミラーを見て、後ろを振り返って、あ、この車どのぐらい。だから、ここら辺にトラックとかいたら、じゃあトラックはどんな、見えてる感じはトラック近く見えるなと思って後ろ振り向いたら意外と遠いなとかね、そういうことが分かるので、ミラーの距離感を自分の車線変更とかで掴むんであれば、こうやって止まって後ろ振り向いてあげる。これ講習の時によくやるんだけど、うん、右のミラーを見て後ろの車、今見えてる車あるでしょうって、じゃあその車を今後ろ振り返って実際に見てみてって、どっちが近いって、そうするとミラー見た方が近い。そうすると自分の思ってるのと実際の距離ってこのぐらい違うんだよっていうことがよくわかるので、そうやって確認をしてあげると。だからそうやってやると距離感はつかめるようになってくるんで、車線変更のね。あと大事になってくるのは速度差なんだよね。これをきちんとつかまないと、その後ろの車に、さっきの話じゃないけど、後ろの車が急ブレーキをかける。だからここが、60。自分が50であれば、ここに自分が入った時点で、ミラーで見て入れると思っても、自分がここで50キロで入っちゃうから、そうすると、50キロマイナス60キロで、10キロでしょ?ということは、速度差10キロ、だから自転車並みで後ろの車寄ってくるってことになるので、当然近くなるのは当たり前なんだよね。だから車線変更でトラブルになるのはこれなんだよね。そのままの速度で入るから。逆に怖くなってると、この速度落としちゃうんです。40と。
そうするとここに入った時に40キロだからマイナス60になると、ここでマイナス20キロになるか、20キロの速度差が出るから、かなりの速度の差だよね。だから後ろがバーンと来てしまう。だから怖がれば怖がるほど逆に怖くなっていく、危なくなるということね。隣の車線に入るんだったら隣の車線の速度に合わせる。自分が40キロで隣が60で流れてんだったら40キロじゃダメだってことだよね。だから60キロ出さなきゃいけない。だから逆に加速して、この時の考え方のイメージなんだけど、どうしてもさ、後ろの車のことが気になるでしょ。車線変更って合流もそうだけどさ、こうやって走ってきてさ、車線変更をしようとして苦手な方ってさ、ここに入ろうとするんだよね。右横に入ろうとするんだよ。ここに入ろうとする。要するに、この後ろにいる車の、前に入ろうとするんだよね。ミラーで見て、この車の前、自分の横、ここに入ろうとするんだよね。だからうまく入らないんだ。じゃなくて、車線変更っていうのは、この車の前じゃなくて、この車の後ろに入るって考えるね。だから入り方としては、こういうふうに入るんだよね、イメージとして。右斜め前。だから前の車の方に近づくんだよね。だから、ここが60キロで、自分が50キロだったら、ここで入っても前の車には絶対追いつかないわけだよね。自分の方が遅いから。だからここで速度を上げて、後ろよりも前の方が見えるわけじゃん。自分の方は目、ね、前を直に見てるから。だから前の車に接近するように、前の車にぶつからないように入る。だから右斜め前に入るっていうふうなことなんだよね。車線変更っていうのは。右斜め前に入るって考えてあげるんだよね。だからここに入るんですよ。ここに当たんなきゃいけないわけなんで、後ろに。そうすると、後ろの車に対しては離れてるので、車線変更っていうのはうまくできるんだよね。だから要するに、こうやって入らなきゃいけない。だからこうやって入るんじゃない。ここがね、車線変更がうまくできない方と、うまくできる方の根本的な違いなんだ。横に入るんじゃない。この、後ろの車の前に入るんじゃなくて、前の車の後ろに入る。合流も一緒。だから僕の合流のやつとか見てもらうと、わかると。車線変更のやつも見てもらうと。そういう状況で入ってるときって、多分加速してピューッとこう前に行く。要するに、車線変更がうまくできるかどうかっていうのはそこが違う。だからまずはミラーで見てる距離感っていうのをつかむ。っていうのが大事。これは駐車にもつながってくるから、まずどのぐらい、自分の思ってるより実際の距離の方が遠いね。ミラーで見る方が絶対近く見えるんで、だいたい自分の思ってる距離より倍ぐらい離れてることが多い。それを時間に確かめるんであれば、その信号待ちにしてる時に見て目視をして、チラッと見るぐらいだったら別に変な顔されないので、相手気づいてないから。だからチラッと見て、あのぐらいか、みたいにやってあげればいい。あとは駐車場とかで止まって降りてみて、実際にどのぐらいの距離かっていうのを自分の中で目視して確認をする。で、ミラーの距離感っていうのを自分の中である程度、今のギャップを詰めておいて、で、それから車線変更するっていうのは相手の車線に入るっていうことだから、その速度で入っちゃダメなの。だからその速度に合わせる。だから自分の方が速ければ逆に落とす必要がある。だけど、前の車の後ろに入る。後ろの車の前じゃなくて、前の車の後ろに入る。あとね、もう一個、ちょっとね。車線変更。その車線変更の練習の仕方。最初難しいじゃん。これさ、車線変更するときに、こうやって、隣の車線があるときに、こうやって車がいるじゃん。車線変更をしないんだよね。練習だから。で、ミラーを見て、車、後続の車を見て、その時に自分のミラーにその後続の車が映ってますよと、自分の中では OK できるぜって思ったとしてもしない。で、これは車線変更したらできるなと思ってそのまま走る。その時にこの車がどういう感じで来るかを見てあげて、それが実際の自分の思ってた感じにあんまり来ないんであれば、この車線変更できるなと思ったのは OK、 合ってるってことなんだよね。だけどこれでいけるぜと思って OK だと思ってたら、すぐ後にこの車がもうこの辺まで来ましたよと。
ってことはこれさ、罰でしょ。ダメじゃん。ってことは、自分で OK だと思ったのが罰だったってことだ。だから今の見え方は罰ってことなんだよね。だけど、車線変更してないので、事故にはならない。だからこれをね、繰り返す。ずーっと練習で走って、例えば左の車線とか左の車線とか走って、右の車線の車をずーっと見て、今来てるこの車の前、入れる。入れる。入れる。入れない。入れる。入れない。入れない。入れないっていうのをずーっと繰り返す。だから車線変更しなくていい。それで目をずーっと鳴らしてくる。で、車線変更する必要ないから、実にね、危ないことないし、緊張することもないでしょ。これいけるな。で、待っといて、ずーっと走っといて、で、相手がやっぱ来ないな。あ、やっぱあれいけるんだな。これいけるな。うわ、来た。いや、あの見え方早いんだな。あれ危なかったな。言ってたらやべえやべえっていう感じにしてあげる。そうすると、そのうまくいかないだろうなっていうことがなくなってきて、だん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 いけるようになる。それを最初のうちは、これはもう絶対大丈夫だなっていう状況の時にだけ車線をする。それを絶対に大丈夫だっていうところだけやってって、それを絶対を大体これなら大丈夫っていう状況にしていって、これならできるっていう状況を作っていってあげると、車線変更っていうのは練習ができる。基本的に車線変更ってだから練習ができないので、どうやって練習するかっていうことがすごく大事なんだよね。それを練習をしないでぶつけてやってもそれは無理。そうやってやって。ミラーの見方と入り方と、あとはどうやって練習するかっていう、その3つをきちんとやれば、車線変更もできれば、合流もできる。合流は準備がすごく大事なんで、それは僕の動画を見て、どうやって合流してるか見といてもらえれば大丈夫。それができるようになってくると、バック駐車もできるようになる。